久保さん、今回客にしましょうか。一生客側なのか、それとも客を作る側なのか、どっちの方がいいと思いますか？客を作る側の方がいいと思いますね。客側だったらなぜかっていうと、お金は入ってこないですよね。客側なんでお金を払う側じゃないですか。でもお客さんを作る側になったら、お客さんがお金もらえる可能性がありますよね。なんで単純にそのお金稼ぎたいんであるならばお客さんを作るってことですね。で、あとは、その、何人お客さんを作るのか、そして、その、お客さん一人からいくらもらうのかっていう、それだけで、商売、商いは完結ですね。例えば、10人のお客さんをつけました。じゃあ、10人のお客さんから1人当たり10万円もらいました。100万ですね、もう。もしくは、1人当たり30万もらいました。10人で300万ですね。もうこれで年収200万時代ですけど、10人のお客さんから30万もらうと、もうその1年分、年収200万時代をプラス100万超えっていうところですね。だからビジネスっていうのは非常にシンプルで、客数かける客単なんで、客数かける客単です。どれぐらいの客数を保有してるのか、どれぐらいの単価のものを売ってるのか、売れたのかっていう、それだけなんですよ。それをしっかり勉強して自分でこうできるようになると、自由な生活ができるかなというとこですね。少なくてもね、あなたがその、お客さんを作る側、商品を販売する側にならなかったとしても、あなたが働いてる会社は誰かが商品売ってくれてるんで、あなたの会社の売り上げっていうのは誰かのお客さんの売り上げになってます。誰かがサービスを利用してる。誰かがあなたの商品を、会社の商品を買ってくれてる。だからあなたの給料が発生すると。もうそもそもあなたが働いてる会社自体が、お客さんがいなかったら潰れますよねっていう話で。だからそれは今まではその会社でしかできなかったことが今は別にできるわけじゃないですか。例えばテレビ局しかできなかったことが今個人でもね、スマホ1台で別にライブもできるしね、昔なんかライブ放送するって言ったらすげえ機材ないとできなかったと思いますよ。今スマホ1台でライブなんかできるんで、すごい時代になりますよね。だから今は大企業がしかできなかったことが一般の個人でもサクッとできるようになったと。あとはそれをやるかやらないかですね。いってらっしゃい。